はい、どうもこんにちは、森本です。今回はこちらダイハツのココア、恒例のですねエンジンの調子が悪いということで、まあ、一体何が原因なのか調べて修理をしていきたいと思います。それじゃエンジンをかけて現象の確認をしていきたいと思います。エンジンをかけて様子を見たんですけれども、なんか吹け上がりがちょっと鈍いかなと、スムーズに回らないかなという印象があります。で、あとアイドリング時のなんか振動も大きいかなという感じもしますね。まあ、別段、まあ、一気筒死んでいるとか、まあ、そんなに大きな振動ではないです。ただちょっとですね、ちょっと調子悪いかなという感じなんで、まあ、とりあえず基本点検していきましょう。今のところチェックランプ等は点灯していなかったので、そうですね、なんかエンジンカラカラ音するからエンジンオイルの量も見てみましょうかね。エンジンオイルの量点検したんですけれども、ゲージにつかないですね。相当エンジンオイル減ってます。入ってないかもしれないぐらい減ってますんで、ちょっとですねエンジン不調の原因はこういったちょっとオイル杭のこともあって、でまたエンジンオイルも少ないこともあって起きていることもあるかもしれないです。まずはですねちょっといろいろ点検していきたいと思います。とりあえずオイル交換はまあ決定ですね。これでオイル交換しなきゃいけないというような決定です。じゃあですねエアエレメントの方もちょっと見ていきましょう。実はこの車うちでこうやって点検するのは初めてなんで、ちょっとどうなってるかわからないんですね。まあ、そういった意味で点検の意味も込めてちょっとですねエアエレメントを見ていきましょう。はい、エアエレメントこんな感じです。結構汚れてますね。これは交換しましょう。相当汚れてます。さあさあいろいろ怪しい箇所がありますので、そしたら次はスパークプラグを点検していこうと思います。これですねエンジン不調ということなんで、こういった点火系も点検した方がいいです。でエアエレメントが開いた状態でしたので、ちょっとねプラグも怪しいですね。じゃあ点検していきます。でスパークプラグの交換時期ですけれども、だいたい2万キロから4万キロぐらい、僕は、まあ、4万キロぐらいでノーマルプラグの場合は交換しますね。で長寿命タイプのイリジウムプラグが入っていたら、まあ、10万キロは平気で持ちますんで、自分の乗っている車が一度どちらが入っているのかというのも確認してみるといいと思います。はい、取り外したスパークプラグこんな感じです。相当減ってますね。かなり傷んでますね。うん、かなり汚れてます。これもちょっと交換ですね。でスパークプラグの取り外しですけれども、今回のような軽自動車の場合はほとんど簡単に外すことができます。ただですね、僕が前に挙げたような動画であったようなインテグマニホールドが上にかぶさっているタイプとか、V 型エンジンもややこしいですね。かなり作業スペースが狭くて取り外しがしにくいです。なので車種によってはスパークプラグの交換といっても工賃の差が結構出たりします。そこは、注意した方がいいですね。よいしょ、部品が来ました。これがエアエレメント、これがスパークプラグです。
ちょっとここで、取り外した部品と新品の、比較をしてみましょう。これが取り外したエアエレメントですね。じゃあ新品は、はい、どうですかね。これ比べてみてもらうと非常に分かりやすいと思いますね。もう色が全然違いますよね。これ今までついていたエアエレメントがいかに汚れていたのかということがこれでよく分かりますね。本当はこれだけ真っ白なんですよ。でもうこれだけ詰まってしまうと、フィルターなんで目詰まりを起こして空気を取り入れる効率が下がってしまいます。そのことによってエンジンの不調につながるという恐れも十分考えられますので、もうこういったね、消耗品はもう交換していきましょう。大体の交換推奨距離が4万キロぐらいだったかな。まあメーカーとか車種によると思うんですけれども、4万キロぐらいでは交換しましょうという、まあ、あくまで目安です。まあ、そんなことより点検の方が重要ですからね。じゃあ、こちらの新品をつけていきます。次はスパークプラグですね。これが今までついていたやつで、新品開けましょう。これですね。こうやって比べていただくと電極の、まあ、先端の方ですね、減っているということが分かっていただけると思います。このスパークプラグもですね、こうやって摩耗するものなので定期的に点検して、で悪ければ交換するといったことが大事になってきます。でこのスパークプラグもこういった摩耗したものを使ってしまうと火花の、まあ、状態が良くないので、まあ、燃焼、異常燃焼につながったりイグニションコイルの方にも負荷がかかってしまう、それでイグニションコイルを壊してしまう、傷めてしまうという可能性もあります。なので、こういった摩耗したプラグは使い続けるんじゃなくて新品に交換してあげるということが大事なメンテナンスとしては大事なところになってきます。じゃあ、このプラグも交換していきます。でスパークプラグが摩耗しているとそのイグニションコイルの方にも負担が来るということはですね、そのイグニションコイルが壊れた車を僕何回も見てきたんですけれども、ほとんどの車でスパークプラグがかなり摩耗した状態で、ついていました。ということは、まあ、因果関係はやっぱり関係あると思います。なので、スパークプラグだったらまだ安く済みますよね。でこのスパークプラグの交換を怠ってしまったためにもう高い高いイグニションコイルを変えないといけなくなるわけですよ。4気筒だったら4個、V 型エンジンで6発だったら6個ね、イグニションコイルも1個、まあ、下手すりゃ1万円以上するものですので高い修理になります。その高い修理をしないためにもスパークプラグを摩耗したら変えるということをしていれば、そういった故障の確率も下がると思いますので、やっぱりここでもメンテナンスが重要だということになりますね。それじゃあエンジンオイルの交換も行っていきます。はじめにフィラーキャップとかレベルゲージをこうやって抜いておくとエンジンオイルが抜けやすくなるので開けておきます。それじゃあオイルを抜いていきたいと思います。で使う工具はいつも使っているドレーンボルト、マグネットでくっつけて取り外す工具です。これだと手が汚れないですね。でオイルエレメントの方は下向きについているオイルエレメントをなるべく手を汚さず取り外す、KTC から出ている工具ですね。これも前の動画で紹介させていただきました。ちょっと手が汚れていますけど気にしないでください。これが抜き取ったエンジンオイルです。で量を測ると1リッターぐらいしか入っておりません。軽自動車ですと普通は3リッター入りますので2リッター少ないということになります。
それだけ少ないとレベルゲージの方にもオイルがつかないということが説明がつきます。で、まあ、これはオイル杭でオイルが減っているんでしょう。エンジンオイルの交換の距離が結構超えているみたいなんで、やっぱりこのエンジン自体もオイル杭が進行しているということはあまりいい状態ではないですね。まあ、今回はとりあえず、オイルとエレメント新しいのを入れてみてですね、これでエンジンの調子の方良くなればいいなと思います。じゃあオイルを入れていきます。入れるオイルですけれども、まあ、普通だったら 5W30 のこのオイルを入れるんですけども、ああやってエンジンの方が傷んでいるということが予測できますんで、ちょっと硬いオイルを入れたいと思います。このオイルですね、うちは 5W40 というちょっと硬めのオイルを少しだけ仕入れていますので、まあ、これなんで仕入れているかというと、こういった、まあ、傷んだエンジンに入れるためにこうやってあえて取ってるんですね。そういった場合はちょっと硬いオイルを入れるようにしてます。じゃあ今回はこの 5W40 のオイルを入れていきましょう。はい、エンジンオイルを3リットル入れました。するとマックスよりちょい下ぐらいのところまでオイルのゲージのレベルが来ました。やっぱりですね、軽自動車3リットルは入るということになります。まあ、量的にはこれでいいと思うので、エンジンをかけて様子を見たいと思います。おそらく、まあ、最初はですね、オイルカラッカラだったんで、これでだいぶ調子は良くなると思います。すべての整備が終わったので、もう一度ですね、エンジンをかけてエンジンの音とか、調子の方を見ていきたいと思います。エンジンの方ですけれども、吹き上がりの方はかなり改善されました。途中で引っかかることなくスムーズに吹き上がりができます。ただ、エンジンのなんか振動かな、何かそのあたりはちょっと気になるところがあります。ただ、これはエンジンオイルが、非常に少ない状態でしばらく走行していたんで、エンジンにも多少、ダメージがあるんだと思います。で、その影響もあるかもしれないんですけれども、まあ、今回のところはとりあえずこれで、様子を見ていただきましょう。はい、というわけで今回の整備ですけれども、これが原因というなんか目立ったものはなかったんですけれども、スパークプラグ、エアエレメント、オイル交換、この本当に基本的な整備をしただけでエンジンの調子は格段に良くなりました。まあ、ここで分かることはやっぱりいかに日々のメンテナンスが重要なのかということがわかると思います。まあ、スパークプラグ、エアエレメントはなかなかちょっと自分で見れない場合もありますけれども、オイル交換の時期は守ることはできますよね。次の交換距離まで何キロというか、まあ、ステッカーが貼ってあったりとか、まあ、最近の車だとこのメーターのインフォメーションでオイル交換の時期ですよと出るものがあります。なんでまず自分たちでできることはオイル交換の時期はしっかり守る。でもし、自分で車の点検できる方でしたら、オイルの量を点検するとか、エアエレメント、スパークプラグの、交換時期とかも気にするとか、そういうことをしていただく、本当に基本的なことをしていただくだけでエンジンは調子よく動いてくれますんで、今回の整備はそういうメンテナンスの大事さが非常にわかる、まあ、いい例だったと思います。はい、というわけで、皆さんもメンテナンスの方
していただければ長く車に乗ることができますんで、ぜひ気をつけてみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。